はい、どうも皆さんこんにちは。ピピンエピ生き物チャンネルです。今日はヘラクレスオオカブトムシのですね、緊急報告、あとですね、羽化したヘラクレスのオスがついに出ましたんで、それをですね掘り出してみようかなと思います。初めてのオスの掘り出し動画になりますんで、ちょっと私もですねワクワクしてる次第でございます。はい、で、まあ緊急報告ということも兼ねてちょっとやっていこうかなと思いますので、もしよければ最後まで見ていってください。はい、ではそれではですねやっていこうと思うんですが、動画の内容といたしまして、この最初に見えてますこれがですね、自然溶質で、羽化しましたヘラクレスですね。それが入ってます。で、ですね、6月の4日に羽化したのを、確認したので、そろそろいいでしょうということでこれを掘り出します。これはですね、なんということでしょう、最後に掘り出そうかと思います。まあ気になる方は一番最後だけ見ていただければでですね、人工溶質組がようやく1頭ですね、羽化しました。角曲がりの子ですね。角曲がりがですね、うちで2頭出ちゃったんですけれども、そのうちの1頭小さい方がですね、羽化をしました。で、心配されたんですが、なんとですね無事に羽化したようです。ほら、あ、ごめんなさい、無事にですね羽化している模様です。ほら、お尻もどうなのかな。でね、すごくちっちゃいですね、やっぱね。まあ角は曲がっちゃってますが、無事に羽化したということで、で羽化してですね、まだ全然立てないんで、ちょっとですね、このまま安静にしておこうかなと思います。はい。ですね、もう一個角曲がりがいるんですが、それもですね、もうじきかと思います。こっちはさっきと比べて圧倒的に大きいんですが、こんなような状態ですね。だいぶ色も濃くなってきております。なのでこれは無事に出てくるんでしょうか。ちょっと今後の、ご報告でお伝えできるかなと思いますので、はい。でですね、もう一つですね、ちょっとヘラクレスに関しては報告がありまして、Twitter の方でですね、ちょっとやり取りをさせていただいたんですが、マシュさんという方にですね、私ギラファノコギリクワガタのメスをちょっと余ってるんであげますよつって困ってたんで、あげたんですよ。そしたらお返しということで、我が家ではですね初めてのアマゾニコ血統の血統付きのヘラクレスを、いただきました、お返しで。で、卵でですねいただいた形なんですが、これがですね、順次うちの方で羽化してきてますんで、順次うちの方で孵化してきてますんで、それのですね、まあ一応マシュさんにも報告しようかなと思って言ってます。こう無事ですね、プリンカップで管理してるんですが孵化してきてますよということです。はい、1個だけね、一応これ全部あるか、1個だけね、ちょっとダメだった卵があるんですが、ね、大体ね、出てきました。大体出てきてますんで、問題なさそうです。はい、ありがとうございます。これ、ほら、ちゃんと出てきてる。
なのでこれはですね、大切に、うち、そういえばね、うちにあの血統の血統ものはねちょっとない、これちょっとダメでしたね、これだけダメだったかな、確か血統ものの虫が来たことはまだないな、ちゃんといるね、血統ものの虫はまだないんでちょっと嬉しいですね。まあどんな感じで出てくるのかちょっと楽しみにしておりますんで、ましさんこの度ありがとうございます。またですね、なんかありましたら一緒にちょっと協力しましょう。はい、ということでした。はい、でついにですね、自然溶出で羽化しました。ヘラクレスオスです。これをですね掘っていこうと思いますが、今気づいたんですが、これ穴が開いてます。ちょっと不自然な穴だな。ちょっとつついたんですかね、下から見える？なんか動いてる。でちょっと私は見てないし、多分角は曲がってないだろうっていうような感じだったんですよ。なので角が曲がってるかもわかんないし、ちょっとそこまでねわからないです。で溶出はこんな感じなのかな、こんな感じだと思うな、になってるんで、ちょっと開けてみようと思います。はい、ではいきます。ちょっと待って、もう先っちょじゃない？あ、先っちょだ。とするとめっちゃ短いですね。ちょっともう大胆にいっちゃいますよ。あ、でもそうでもない。いや、想像してたよりもでかい。ちょっと、あ、もう取っちゃいますね。お、わあ、すごい出たぞ。わあ、見てください。ピピン家初のヘラクレスです。さっきの曲がってたやつもいるんですが、こっちの方が明らかに我が家では初めて、羽化した個体になります。いや、出てきてくれましたね、ついに出てきてくれましたよ。お、うねってる、よじってるぞ体を。よし、一月は経ってるんで大丈夫かなとは思うんですが、はい、いや、どうですか、サイズこそねないけど、これ太いよね、太いと思うんだ。うわ、気合い十分だな、太いと思うんだが、気のせいでしょうか。よいしょ。いや、どうですか、近くで見ると。初ヘラクレス、わー、色変わってきた、本当にすごい。わー、いいな、かっこいいわ。大きさだけじゃないな、十分じゃないですか。
これ、うわ、いいな、綺麗だな、かっこいいし、手頃な大きさだな、これすごいな。ちょっとこれがね、あのくにゃって曲がってんのは、まああの自然溶質の影響もあるかなと思うんですが、変な風に曲がらなくてよかったですね。これはこれであのいいかな。うん、すごいすごい、ほら毛生えてる、さっさ完品ですよね。軽くちょっとノギス当ててみようかなと思います。ではですね、ちょっと当ててみようと思いますが、ヘラクレスってどうやって測るんだろう。軽くでいいや。羽だよね、羽。ちょん、あと、はい、130ミリいかなかったですね。でも私としては十分です。溶質、天然のこいつの自前のね、溶質で生まれてきたあのヘラクレスということでね、うん、めちゃめちゃいい。皆さんどうですか。これですね、まああの前々から言ってますが、うちのヘラクレスはですね、まさかの、菌糸カスを食べて育っております。なので、まああの大きさはね、あの花からちょっと見込めないかなとは思っていたんですが、まあそれに勝るね、ちょっとあのかっこよさがねあったんでね、いいなと。で、随分ですね、やっぱりあのヘラクレスの幼虫が食いますんで、餌をですね、菌糸カスがね、非常に大活躍したわけですよ。うちではクワガタ、ギラファとかスマトラとかですね、いっぱい飼ってたんで、ね、これをね、うん、で今度はですね、血統付きの幼虫もいただいたということで、今度は、ちゃんと、マットを使ってやろうと思います。はい、やろうと思います。なのでまたね、これ何年かかったんだっけな、ちょっとね、あの今回ですね、記録をねあまり取ってなかったっていうのがね、非常に悔やまれるところなんですが、まあ、2年は経ってないんですよね。でここまでこう生まれてこう出てくるっていう状態になるまで多分1年半はかかってるんですよ、優に。これでも、うん、なので、すごいこれはね、あの感動ですよ。この1年半のね時を経て、卵からね、あの卵からこのようになるということはね、非常に神秘的であります。特に虫はですね、あのふにゃふにゃなものからこんなカチカチのものが出来上がるんですから、まさしく神秘だと思います。そんなにあれだね、あのほら、そんなに曲がってないね、あの横に。ギョギョ、なんかちょっと顔つきがかっこいいな。かわいいやつとかもいるけど、顔つきかっこいい系かお前。はい、ということでした。我が家で初めて孵化してきたヘラクレス、このような結果になりましたが、皆さんどうでしょうか。もしですね、このようなあの感じの動画どんどんアップしていく予定ですので、めっちゃ口噛んでるけど、興味ある方いましたらぜひチャンネル登録してください。もう黄色く なりましたね、すごい。はい、ということでした。また次の動画でお会いいたしましょう。これも餌食うかな、食わしてみよう。